皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。バレーボール男子日本代表の主将、石川祐希が出場したプレシーズンマッチの現地取材、決勝編。先発フル出場で勝利を収めた準決勝の翌日に行われたこの試合で、石川は自らも納得の活躍を披露し、新たな進化への扉が待つイタリア10シーズン目へ、確かな一歩を踏み出した。画像 パリ五輪に挑んだバレーボール男子日本代表メンバーを一挙紹介現地9月14日と15日にイタリア中部マルケ州の英ジ市で開催された第2回英ジバレーカップは石川が新天地に選んだシルスーサ・ビムペルージャがルーベ・チビタノーバをセットカウント3対1で下して優勝1週間前にポーランドで行われたボグダンカ・バレーカップでの栄冠に続き プレシーズン大会を4戦全勝で締めくくった。フランスリーグから参戦したトゥールとの準決勝で、石川は開始からコートに立ち勝利をもたらしたが、選手コンディションの見極めが必要なシーズン開幕前とあって、決勝はベンチスタート。ペルージャは1セット目を落とした後、第2セットも序盤から追う展開が続く。ビハインドが3点にまで開いた終盤の入り、 オポジットのワシム・ベンタラ、チュニジア、に代わって起用された石川は、レフトからのブロックを引いて1点差の接戦に持ち込む。さらに、ブロックに当てたボールが相手コートに落ちて同点。直後のサーブでエースを打ち込み23対22と逆転に成功する。石川がチャンスを呼び込んだペルージャだったが、僅差でチビタノーバに2セット目を献上。しかし、 見事な巻き返しでフルセットへ持ち込み、最終セットは後半にギアを上げてリードをキープしたままマッチポイントを握る。そこで石川が決勝点を託されコートイン、レフトから電光石火のストレート弾を叩き込んで優勝を決めた。ペルージャでは、6期目のウクライナ代表オレプロトにつきと2期目のポーランド代表カミル・セメニウクが石川と同じポジション、アウトサイドヒッター、王を担う。 誰がスターティングシックスを勝ち取るのかは現地でも注目の敵だ。アンジェロ・ロレンツェッティ監督は3選手の起用法について大会の数日前に現時点でスターターを固定するつもりはない。まだ選抜に至るデータが十分ではないからだとして論争を一掃。シーズンを戦い切る上で3人それぞれが安定して高い水準を保つことでチームのレベル維持につながる。 と方針を述べ、戦線の事情によっては変更が必要になることもあり得るとしている。石川は準決勝後に監督は今、誰を起用するかを見ているところだと思うので、その中でしっかりパフォーマンスを出せる準備だけはしなければいけない。と述べたとおり、この日は途中からコートに入り、前半に逆転劇を演出し、さらに任された決勝点を一発で仕留めてみせた。前日は、 良い時と上がりきっていない時があって波があるので修正したい。まだ探り探りの状態でもう少し時間が必要と自己評価した石川だったが限られた時間で結果とインパクトを残した自身のパフォーマンスに個人としてはしっかり力を出すことができた。チャンスがある中でやるべきことはやってそのチャンスをしっかりつかんだと思いますと9大点をつけた。 コートサイドで準備に余念がなかったのは自分の判断かそれとも指示があったのかを尋ねると5セット目は監督から途中起用を言われてました34セットは点差が離れていたので自分で体が冷えない程度に1セット目は流れが悪くても交代はないだろうなと思っていたんです2セット目は始まった時に準備しておけよと言われていたのでしっかりアップしました 5セット目もチームの出だしがあまり良くなく、起用はその前から言われていたので準備して、多分ローテーションが S1 の時に出ることになるだろうなと。交代は予想通りのタイミングでしたと舞台裏を明かしてくれた。他の王の2選手に、これだけは負けないと思うことはとの質問には、いやー、まだわかんないですね。一緒にやって1ヶ月も経ってなくて、まだ。 公式の試合で,はないので,でも勝負どころというか今日の2セット目のようなところでしっかり活躍できる自信はあるのでどのような状況でもコンスタントに力を発揮できるようにすることが課題だと思っていますと回答ちなみに攻めに行くとはドレッシングルームで隣同士だというこれからどんな会話が交わされるのか気になるところだそして話題はイタリアの真ん中に位置し 緑のハートと呼ばれる自然に囲まれたペルージャでの新生活へ余計なものがないというかわらバレーボールにしっかり集中できる環境です自然が多いのでゆったりできミラノとは本当に違った感じですチェントロ旧市街地2号行きましたけど歴史を感じる建物だったり良い街だなと思っていますペルージャに来てまだ1ヶ月も経ってないんですけどもう2 3ヶ月も前からいるような雰囲気でやらせてもらってますよとコート外も順調な様子。渡り前にすでに決めてあったという新居も気に入っているそうだ。現地時間の9月21日と22日、今季初の公式戦となるスーペルコッパが開催される。連覇を狙うペルージャは、初日の準決勝でガスセールズブルーエナジーティアチェンサと対戦。 背番号14の楽しみな新章がいよいよ幕を開ける。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。